ゼロからの指令。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ。この番組ではある役の僕堀江俊に毎回番組内でやらなきゃいけない指令が課されます。それでは第3回目の指令こちらです。今回の指令は、高田桜井両名がどんなパジャマで寝ているか聞け。むずい。これなんかどちらかお一人にだけ聞くだったら、まあなんか話の流れでパーソナルなこうお話を深掘りしていく中でちょっとこうごまかしながら聞けるんですけど、両名ってなると急に不自然な感じになるんですよね。なんかところで高田さんはどうなんですか、パジャマ何着てるんですかとかって、なんか明らかに不自然な流れになっちゃいそうでバレそうなんですけど、でも単純に桜井さんが普段どんなパジャマを着て寝てるのが気になるので、この指令絶対クリアしてみせます。それでは配信スタートです。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ第3章、ざまを見ろ。皆さんこんにちは、コードギアスジェネシックレコードある役の堀江俊です。皆さんこんにちは、ヒギ役の高田優希です。この番組は2021年春よりリリース予定のスマートフォン向けアプリゲーム、コードギアスジェネシックレコードの情報をお届けしていくラジオ番組です。3回目のギアジェネラジオになるわけですけれども、はい、前回はプロデューサーの谷口浩二郎さんに作品のお話をたっぷり聞きましてね、はい、もう裏側の話から、うん、最終的にはあのサンライズの求人情報を出して終わるっていうなかなかすごい募集要項でしたねはい、シュールな回でしたけれども、はい、楽しんでいただけたんじゃないでしょうか、はい、でまあ今回もね、例に漏れず僕に指令が届いてるんですけれども、まあ、何なんだろうか。前回はね、自信があると言って、あの分かりやすい指令の様子が出てたんで、今回こそ、はい、こ う, うまく馴染んだ今回はでも本当に自信ありますおし、あのこれまでの反省を生かそうと思いました。なんかこれまでは結構そのやばいどうしようどうしようって前半の方で全然指令に集中できなくて、それを巻き返すために後半で急にこうなんか挙動不審になって急に盛り込もうとするから、すごいちょっとバレるんだって気づいたので、自己分析はバッチリですね。なのでもう今日は前半からちょっともう種をまいていこうかなって言うとまたちょっとバレちゃうのでスタッフさんたちの目がね、すいません、これ以上ちょっと何もにっこり笑っております、話しませんけれども、今回も頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい、それではここで今回のゲストにご登場いただきましょう。こちらの方です。こんにちは、クルルギスザク役の桜井貴寛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。とんでもない業を背負いながらやるんだね。そうなんです。大変だね。めちゃくちゃもうどっちに集中していいのか。そうだね、俺はもう君に集中してやろうかと思って。いや僕トークなんかどうでもいいやダメですダメですあの本当僕確か福山さんにもあの僕の挙動をすごい分析されて、嘘をつく時の行動パターンを見抜かれたりとかしてしまったので、それ企画を上回ってるね、なんかねもうもはやね、福山さんがすごい確かに分析されちゃったんだ本当に。なんですけども今回ちょっとポーカーフェイスで桜井さん、まあ、桜井さんにかわかんないです、高田さんかもしれないですけど、はい、あ、ポーカーフェイスを私に課題、あの、指令でもなんかもうちょっとちょっと浮き足立ってる感じがよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、ちなみに我々 の, あの関係性としては、はい、僕はあのついこの間までやっていたアニメで、はいはい、あの全員がこう、はい、悪役の主人公っていうアニメがあったので、はいはい、それでご視聴させていただいていて、はい、高田さん、私も一度あの実はあのご視聴したことがございまして、はい、あの いや、すごい謎のベールに包まれてるんですよ。謎のベールに包まれてる。例えばなんか寝るときどんなパジャマ着て寝てるんだろうとか確かに気になりますね。めちゃくちゃ気になる、うんうん、どういうパジャマ着てるんですか
やいやもうスウェットとかですよ。あ、スウェットなんですか。そうそう、そんなシルクのとか着てないですよ。あ、裸とか行った方が良かった。いや、もう裸はね、そんなハレンチです。ハレンチですか。高田さんは裸じゃないんですよね。どうしたどうした。動揺しすぎてよくわかんない質問飛んできてるけれども、いやすごいね、パジャマ知れたね。知れた、よかった。大きい格好だ。そんな感じで今回は、桜井さんにコードギアスシリーズのことをたくさん聞いていきたいと思います。はい、はい、ということでそろそろ始めていきましょうか。コードギアス、ジェネシックレコードギアジェネラジオ、最後までよろしくお願いします。この番組はコードギアス、ジェネシックレコード制作委員会の提供でお送りします。コードギアス、ジェネシックレコード、ギアジェネラジオ。改めまして、堀江俊です。高田裕樹です。そしてゲストの桜井貴弘です。早速ですが、桜井さんにはコードギアスシリーズについていろいろと伺っていきたいと思います。はい、まずはですね、この度、はい、ゲームジェネシックレコードが発表されて、はい、コードギアスの新たなプロジェクトが始まると聞いた時どう思われましたでしょうか。いや、あの復活のルルーシアって一段落と思ってたらまたやんのかいと思いましたね。福山さんも同じことをおっしゃってました。でしょ、はいはい、もう彼らはもう戦友みたいなものなので、はい、なので多分同じ気持ちだと思うんですけど、このコードギアスの世界って、はい、そのタイトルから読み取れなかったりとか、うん、その規模とかさ、はいはい、内容とかその辺が分かんないから、はい、あの何やらされるんだろうなって。あ、そうですね。そうか、そうそう、もうもはややらされるっていう気分で言うとよくないんですけどね。いや、あの福山さんも似たようなニュアンスのことをおっしゃってました。やっぱ、はいはい、15年やってると、うん、特に彼は言いたいことあると思うよ。そうなんですかね。言いたいことあると思うよ。なるほど。そんなコードギアスなんですけれども、うん、まあ、桜井さんにとってどういった作品になりますか。あ、でもあの代表作ですよ。あ、うん、このコードギアス、まあ、そのクルルギスザクというキャラクターをやったことによって、その私のその声優としての人生が多分大きく変わったんじゃない。岐路にある作品なんじゃないかなと思いますよ。僕ももう青春時代、中学生の時にコードギアスがめちゃくちゃ、同い年なんですけど、うん、我々の方さん。あ、そうなの、同い年なのね。本当にちょうど中学生ぐらいの時に、うん、まあ、あのびっちりとコードギアスが流行っていたので、はいはいはい、オタク的にも桜井さんのことをもう100知ったタイミングっていうのが大体コードギアスか、うん、あの今日からっていうかどっちかっていう感じでした。なんか蓋するの下手だな、2人とも。そうですね、バレてしまいました。いや、いいけどさ、もう言っちゃっても。あ、そうなの。え、女の子見てたの。あ、でも、はい、もう、あの私も、あの見てる友達もたくさんいて。あ、そうなんだ。はい、その中でだから、あの、すごい緊張してますよ。そう、あのね、感じる。今日は瞬きの回数が多い。もうひげのおじさん来たなぐらいでいいから。いや、思えない。いいです、思えない、思えない。いやいや、もうそういうのいいから、もう何でも聞いて。気さくな先輩。もう大丈夫大丈夫大丈夫。ありがとう。じゃあちょっと何でも聞かせていただくんですけれども、クルルギスザクというキャラクターは桜井さんから見てどんなキャラクターかっていうのを聞いていきたいんですけれども、あんまりこう性格合わないなと思う。私はやっててあれですけど。結構正義感にあふれていて、まあそうだね、彼はその苦しい道を歩いていったキャラクターでね、最後も結構大変な目にあって、もういつも大変な目にあってるんだけど、うん、それをこうあの切なく見てたね。あ、うん、なんか実はあの前回ゲストでいらっしゃった谷口浩二郎さんから伝言を、スザクに関しても伝言をこつづて預かっておりまして、あの15年前に、うん、まあ、そのこのコードギアスっていうプロジェクトが発足した時に、そうだね、立ち上がって、はいはい、あの ルーシュがすごくこうなんだろう、賛美を、あ、まあやっぱりコードギアス反逆のルルーシュだからね、結構スザクに対して結構こう世間から、そのスザクのキャラクター行動原理とかが結構こうね、そう、大事な時にこうなんでそういうことをするんだっていうようなことを結構スザクがやるということで、結構なんだろう、まあなんだろうな、なんかいろんなご意見が、いろんなご意見がありましたよ。で、その説はごめんねということをあのおっしゃっておりましたけれども、まあ、確かに当時風当たりは強かった、強かったね。そのタイトル通りやっぱみんなルルーシュを追いかけるじゃない？うん、で、まあ、彼の反逆を、視聴者見たいわけよ、はい、それをもうすごいタイミングの、まあ、いいんだか悪いんだか、うん、
朱雀は全部邪魔してってっていう、で話がまあちょっとこじれてってみたいな。そうですね、そこに一役買ってるから。そうですね、僕もその子供中学生の頃に見てた時は朱雀にどうしてもちょっとイライラしてしまうところがあって。あったでしょ。なんでそこルルージュの言うこと聞かないんだと思うことがあったんですけど、ね、大人になって改めて見るとなんかスザックの行動にも、まあ、理解ができるようになったというか。逆にそれはもういろいろ知った大人だからだよ。でも本当にそうかもしれないです。そうそうそう、苦いものを知るとね、やはりそのスザックなるほどなとちょっと思うところはいろいろありましたね。そうそう、結局あの正しさを求めて行動するって、なんか生きていくとさ、やっぱグレーなこと結構あるじゃない。はい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 、うん、そういうものを全部白くしていこうなんてね、やっぱ土台無理なんだけど。そうそう、それをスザックはやろうとして、スザックはね、やろうとしてみたいな話だったりもするから、確かにスザックのだから行動だったりが理解できたり納得できるようになったらもう大人だ、うん、大人だよ。基準にして、彼はすごくタイミングの悪い、身体的ポテンシャルが高い人なの。身体的ポテンシャルめちゃめちゃ高いです。もう本当これなのよ。そういう人だから、だからそういう観点で見てると、あのどうしてもこうコードギアスってちょっと難しい複雑な構造の話だから難しく捉えようとするんだけど、すごくシンプルに捉えると、あの捉えると結構ね憎めなくなってくるよ。そうですね。確かに、はい、幸せになってほしいって思っちゃう。ありがとう、嬉しい。そんな、作品なんですけれども、はい、当時のアフレコについて印象に残っているエピソードあったり、なんか僕前回福山さんにお話伺った時に、もともとお二人がそれぞれ違う逆のルルーシュを桜井さんも受けていて、受けてた、あの朱雀を福山さんも受けてたっていうお話も伺ったりとかして、その頃の世間様は逆でしょって言われた。俺が私がルルーシュで、福山くんが朱雀ではないのっていう、そういう時代だったんだけど、だからあの、まあ、でも男性キャストはみんな二役受けてたと思うよ。でいうお話は、はい、伺いました。そう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 、でもイメージとは当時のそのみんなが思うイメージとは逆の振り分けだったから、桜井さん自身は演じていてもう、あ、俺は朱雀かなっていう感覚はありました。確かにどっちだったの、手応え的な。手応えはなかったですね。両方なかったですか、ルルーシュにも。決まるならルルーシュかなって思った。そうなんですね。かなというふうには思っていました。やりやすさ、それまでは結構ルルーシュみたいなタイプのキャラクターを演じることが多かったですか。あのね、いろいろやり始めた、できるようになった頃、だからああいうちょっと悪って言っちゃうとね、まあちょっとなんだろうな、野暮かもしれないけど、ああいうルルーシュみたいな、ああいう複雑なキャラクターやってみたいなとも思っていました。それでデビューして何年目ぐらいの頃ですか。15年前でしょ、デビューして10年ぐらいか。10年目、9年か10年。へえ、そうなんですね。そうそう、30ぐらいだもん。ああ、そう、そうそうなんですか。そうそうか、そうなのよ、だいぶおじさんになっちゃった。でもさ、こうやって長く続くことあるからね、忘れないでいた方がいいよ。そうですね、いつこれなんだっけって作品が復活したりするから。確かに、まあ、これぐらい濃いとコンスタンスに収録、作品がね、あのリリースされるからコンスタンスに収録があるけど、はい、時折あるからね、急に復活するとか。確かに、我々のような若手ですら何回か結構アプリとかで 3,4 年ぶりにキャラクターをもう一度追加収録みたいなもの、そういうのが今増えてるから。そうですね、覚悟しておきます。福山さんはあのコードギアス関連の収録において、当時はあの生き地獄だったというお話をされていて、名言をいただいて、そうですね、いつ終わるんだろうと思いながら、ね、やってましたからね。我々は今その生き地獄に片足を踏み始めたところです。あ、いいね、味わい味わい。苦労しろ、ざまみろ。ありがとうございます。15年間様々な形で進み続けているこの作品なんですけれども、はい、最後に、桜井さん自身が15年間で変わったことございましたか。15年間なん、事務所。なんかシンプルな、はい、そうですね。いやいや、あのね、でも居場所が変わるっていうのはやっぱり人生においても結構大きなことで、そうそうそう、で役どころもそうですよ。その私もデビューした頃は結構熱血とか、そピアノ役やってたけども、今は割とこうちょっと濁ったようなダークサイドの役やること増えてて、私がキャスティングされると裏切ると か、 なんかそんなに言われるようになっちゃったんだけど、私もそれ楽しんでるから。そう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 、そういうなんかある一つイメージを持ってもらうって、声優さんって結構武器になると
思うんだよね。あとはそれに振り回されずにやっていけばいいだけだから今すごく楽しいですよ。へ、うん、その多分、分岐点というかなんて言うんだろうな、一つの、ポイントとしてこのスザクというキャラクターはいるんじゃないかなと思う。光の属性なんだけどちょっとこう暗さを感じるような、そうですね、やばさというか、怖さを感じるような感じ、キャラクターっていうのは結構複雑なので、このキャラクター経験できたのは大きいのかなと。大切なキャラクターなんですね。はい、ありがとうございます。それではここからは皆さんからいただいたメッセージを紹介したいと思います、はい、ラジオネーム絵本の国さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。桜井さんがゲストということで急いでメールしました。ありがとう。私はスザクの不器用ながら実直に進んでいく人間性がとてもかっこいいと思います。桜井さんが思うスザクのかっこいいところはどこですか？なんかこう本能的なキャラクターなんだよね。そのさっきも言ったけど身体能力高くてっていう、その考えよりも行動が先にそれが上回っちゃうというか、だからこんなに、なんて言うんだろう、操縦が上手くなければあんなにこうストーリーを変えられなかっただろうし、あの強さが彼のなんか一つのアイデンティティになってたりするんだけど、銃弾とかも軽々と避けていきますよね。そうそう、ありえないじゃん。ちょっと笑ってもいいとこすごい。そうそう、でもそのあの異常さがなんか彼の一つの、読み切れないところがなんか彼のかっこいいというか、すごいところだなと思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてです。ペンネーム陸亀に乗ったウミガメさんからいただきました。桜井さんがスザクを演じられていて大変だったことや悩んだことはありましたか？はい、今悩んでるのは、もう一つぐらいミッション達成してるのかどうかっていうことが今気になっていて気になっていてえ、お現指令ですね。指令の方が ね。でもヒントをあの与えるならば、ちょっともう安堵してます。仕掛けてる。ああそうなんだ。もう仕掛けてるの？はい、すごい。ああそうなんだ。ごめん、質問なんだっけ。脱線させた。スザクを演じられていて大変だったこと、悩んだことありましたか？いや全部大変でしたよ。ただまあなんかなんかやっぱ声の表現ってさ、まあ難しいけど楽しいけどっていうのが一緒になっちゃってるじゃない。はいはい、本当にそれがなんあのいいんじゃないかなと私は思っていてですね、だから難しいっていうのは多分楽しいにも含まれちゃう、ことだと思う。で、もう無我夢中でやってたので、だからもしかしたら自分はそこですごいスキルアップもできたし、いろいろなものが高められたのかもしれないんだけど、もう全然わかんない、覚えてません。あの例えばそのオーディションの時とかに、その自分がご自身が最初に持っていったものから加わったディレクションがあったりとか。いやもう山ほどあって。そうなんですか。福山君に聞いたかどうかわからないですけども、特に初期なんてその音響監督さん、浦上さんと音響監督さんと、まあ、伊沢さんという方もいらっしゃってるんですけど、と谷口五郎監督のお二人が入ってきて、違うこと言ったりするんだよ。あ、お聞きしました。おっしゃってました。はい、はい、統一せえって、まあ、今だから思うよ。それは桜井さんにも。なんで違うこと言うの？桜井さんにもそういう、ね、ディレクションが。そうで、でも多分今の感覚だと、なんか違うこと言ってて変って思っちゃうかもしれないんだけど、やっぱそれを一生懸命悩んで。その変じゃないですかってそこを追求するんじゃなくて、なんとかそれを頑張るみたいな方向に我々はその行けたんだよね。その理不尽さに対して、もうじゃあやってやんじゃねえかよみたいな。まとまって、そうそうそう、もう本当に戦友ですね。じゃないと帰れないから。あ、お聞きしました。それもあの6時間5時間6時間、まあザラだったですよ。16時間、10時から始まってもう16時17時、それでも終わないから、じゃあ9時入りとかで9時半入りとかになってたの。入りがすごい。うわ、結構なかなか聞かない。結構さ、10時からお仕事が始まるって世間一般の方は結構遅いじゃんって思うかもしれないんだけど、はいはい、違うんですよ皆さん。そうです、ね、我々のお仕事はまたちょっと特殊ですからね。そうですね。そう、それが9時とかになったと思ってごらんよ。嫌、でしょ。それがじゃあ何時に起きないといけないんだろうっていう逆算をし始めた時に、体を整える、喉を起こしたりとかっていうのとか、台本そもそもチェックする時間もね、そういえば通し日でしたっけ、なんか V も、そうか、ギアスだったっけな、 V 前渡しだったかな、ちょっとそこ覚えてない、ごめんなさい。通し見かも、ラッシュだったかもしれない。なるほど、でもそういう理不尽さに耐えながら
文化です。文化です。これも文化。生き地獄文化を味わえて。そういうギアスにねかかってる二人はね。確かにかかってるのかもしれない。はい、そんな15年だったんですね。はい、ありがとうございました、うん、メッセージの紹介はここまでとなります。皆さんたくさんのメールありがとうございます。ありがとうございます。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ。ここでコードギアスジェネシックレコード関連情報をお知らせいたしますが、その前に今我々の手元にはですね、コードギアスジェネシックレコードのバージョンのスザクの立ち絵が今あるんですけれども、はいはい、こちらお手元にございますが、桜井さんご覧になっていいですね。結構変わってるところとか、印象受ける印象の違いとかあります？いや、まあでも見慣れた姿ですね。この出動前みたいな、確かに、ちょっとこう集中している感じの瞳といいますか、スザクらしいかっこいい立ち絵だなと思います。相変わらずスタイルもいいですね。めちゃくちゃ12頭身ぐらいあるね、足が。本当だね、羨ましいな。羨ましいな。こう生まれたかった。来世に期待します。はい、ということで、公式ティザーサイトにて、謎解き型のゲームの事前登録も実施しております、はい、全部で大きくは13個の謎を用意しておりまして、最も難しい最終問題、最難関問題、挑戦状ゼロ、謎を解くと事前登録が完了となりますが、うん、今のところその事前登録収録時段階ではまだ0人ということで、すごいね。難しいね、そこそこね、長い期間出てるのにまだ出るんですね。そうなんです。ちなみにこちらの謎解きに挑戦するには公式ツイッターアカウントをフォローする必要があるのでご注意ください。はい、最難関問題挑戦状ゼロ、謎を解くためのヒントも1月分の問題まで公開中です。今回は桜井さんと一緒にこちらの小謎を見ていきたいと思います。はい、小謎と。はい、ちょっとね、大きく3つほど準備していただきましたけれども、はい、僕も苦手なんですけど、実は我々このレベル22の謎 B はちょっともう解いてしまったんです、うん、あ、そうなんですよ。結構早めに解いてしまって解くことができまして、まあ、ちょっと今回ねヒントもちょっと増えて、はいはいはい、隣に書かれているヒントをもとに解くと意外といけるかもしれないというね。知れないね。五角形の時は5文字、六角形の時は6文字。ほうほうほう。やっぱ法則があるんですよね、こういう謎解きはね。そうですね。なるほどね。それ見つけるまでが難しいんですけどね。そうなんですよね。100万円への道はね。そう。そうなんです。ますから。めちゃめちゃ欲しい。欲しいですか？うん、まだなお欲しいですか？そんな。まだなお欲しい。欲しいですか？うん。どんだけ何本あってもいい。まあ確かに穴も何本あってもいいよ。何本あってもいいですからね。確かに何本あってもいい。ということで、ぜひ皆さんも私たちのように謎を解いて、ぜひ事前登録よろしくお願いします。以上お知らせでした。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ。さんの名セリフが存在するコードギアスシリーズ、その名言が日常生活でどう使えるのか、活用方法を考えていこうというコーナーです。はいはい、現在こちらの名言で活用方法を募集していました。間違っていたのは俺じゃない、世界の方だ。はい、こちらの方ですね。改めて紹介すると R2 第1話のルルーシュのテイストとなっております。作品中じゃないと生存できないセリフですよね。こんなこと言ってるやついたらぶん殴ったら殴られちゃうんですか。遠巻きに見られるならまだしも殴られてしまう。仲良くなれる。いや、ちょっとなかなかね、強めのセリフですからね。でもこれをね、日常生活で使えるように皆さんがなんとメールをたくさん送ってきてくださったということで、ちょっと見てみますよ。どれどれ、はい、見ていきましょう。はい、では早速いきましょう。はい、お願いします。お名前、やわらか大佐さんからいただきました。組み立て式の家具を買い、その数十分後、間違っていたのは俺じゃない、説明書の方だ。あ、なる
ほどね、うまくできなかったっていう。左右間違えんだよね。間違えますよね。そうそうそう。でしかもある程度進まないとさ、間違いに気づかなかったりするんだよ。いや、そうなんですよ。めっちゃわかります。あとああいう説明書に大体書かれてる、あの2人以上で組み立ててくださったっていうのも、大体組み立てる時1人なのにそんなこと言われましてもっていう。言われましても2人の人もね、いるんですか。いるいる。悔しいです。だいぶあれだね、ネジが緩くなっちゃったね。ちょっと締め直して参ります。続いてペンネームエレガントナノマシンさんからいただきました。激辛料理がテレビで特集されているのを見て、俺は甘口が好きなんだ。間違っているのは俺じゃない。世界の方だ。でもね、これ私ちょっとわかんない。なんか辛いもの流行ってる、流行ってるつか、まあまあずいぶん前からだけど、はい、すごいもてはやされるよ、まあ、確かに辛口特集を見ても甘口特集ってあんま見ないですね。そうですね。だってね、ステーキ食べに行って女の子が、うん、甘お肉甘いとかって言ってるじゃん。はって思ったりするけど。甘いんですよ、甘みを感じて、ね、甘いもの食べてさ、甘くなくて美味しいって言ったりしてるじゃん、うん、なんか最近そういうの多いよね。あ、ちょっとね、そうそうそう、ちょっと違うじゃない。あ、確かにそうかもしれない。辛いの得意？結構私は得意だ。女の子多いよね、辛いの好きな。あの、実はさっきもこの収録の前に我々スタッフさんとたちとあのカレーを出前して頼んだんですけど、あの割と結構辛めのカレーを食べられてたのに、なんなく汗一つかかず。そうですね。かたや僕は甘口なんですけど、汗を大量にかきながら。すごいです。もうティッシュの箱がどん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 軽くなっていくんですよ。ティッシュの箱。あ、本当に甘口だったのかな。いや、どうなんですか。尋常じゃない。どんどんティッシュを使うんだ。やだね。感じられないくらい汗を。いや、別に今下ネタを言ったつもりは。あ、本当ごめんなさいね。ちょっと敏感なものです。すいません、ね。ラジオの方がつい悪い方向、悪い方向へね行ってしまうのでごめんなさい。高田さんが一番笑った。いいですいいです。すいません。最高の結果が今導き出せました。ありがとう。では続いて、お名前猫平行さんからいただきました、はい、ギャグが受けなかった時、やる気と元気は勇気かな。なんだこの空気は、間違っていたのは俺じゃない、高田の方だ。すみません。ちょっと教えて。これは私はあの自分のお名前をあの、はい、覚えていただきたいなっていうことで、こういう挨拶をですね、ちょっと考えて、はい、一時期本意やってもらっていいですか。本意のやつ。ちゃんとやってもらいたい、公式のやつを。本意ですか。本意はちょっと長いんですけれども、はい、大丈夫です。じゃあいきますね。やる気と元気は勇気から、みんなに笑顔を届けに来たぞ。勇気こと高田勇気です。いや、いい。やめるんだ。なんだこの空気は。いいよ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 。間違っていたのは俺じゃない。やってこう。やっていこう。やってこうやって。すごい。これもう次回からそれ名乗っていきましょう。いやいやいや、もうちゃんとさ、ちゃんと形になってるもんね。確かに。そうなんですけど。振りもあって。はい。うん、ただ私今ね、大変私仕事の話ですけど、うんうん、今芸歴が6年目とか今なったぐらいなんですけど、うんうんうん、やっぱ最初のもう 3,4 年目ぐらいで、うんうん、あ、もうこれはそろそろやめた方がいいのではないかと思う。気づいたんだ。気づいたっていうね。気づいたって。気づいてしまって。自分発信でええ、大変。そうなんだ。おうっていう眠ろ。おうっていう眠ろ。そうなのそうなの。むしろこれを拭いたいぐらいなんですよ。うん、これをね、超えていけるような、うん、あの実力だったりとかそういうのをつけていけるように。挨拶じゃないんだね。これ上回る挨拶を考えるわけじゃなくて。もっとパンチのあるやつかと思ったら違うんですね。別のもの。今すごい、あの、あ、分かった。これが今すごい汗しか吹き出してて。そうだね。もう先輩がやれってたからやらなきゃいけない。せっかくだいぶ消せたのにみたいな。口カレー食べても出なかった。今出ています。入っちゃったんだ。大変すぎました。はい、ということで、今回は以上となります、うん、次回も引き続き、間違っていたのは俺じゃない、世界の方だで活用方法を募集します、はい、ぜひ皆さんのギアス名言の活用方法を教えてください。明日から使えるギアス名セリフのコーナーでした。コードギアスジェネシックレコード、ギアジェネラジオ。続いては皆さんからいただいたコードギアスシリーズの好きなシーン、
こちらのお便りをご紹介します。はい、まず最初にペンネーム麻婆豆腐さんからいただきました。ありがとうございます。私が一番好きな話は反逆のルルーシュ R2 の土の味です。二人でやってできないことはないと言って手を取ろうとするのにうまくいかないもどかしさに毎回モヤモヤしながらも何度も見てしまいます。ここで手を取ってやり直せたらと何度も思いますが、うまくいかないのがコードギアスなんですよね。コードギアスが見せてくれる現実の非情さ的なものに心を奪われます。私は初めて見た時、スザクがルルーシュを踏みつけるのを見てあまりにびっくりして言葉が出なくなってしまったのですが、皆さんは初めて見た時どう感じましたか、ということで。はい、確かにこのインパクトは土の味ってちゃんとそういう本当の土の味なんだっていういいタイトルですよね。ちなみに現場は結構爆笑でしたね。あ、そうなんですね。私と福山君はゲラゲラ笑いながら、なかなかこんなシーンできないよねって。確かにアニメでなかなかギャグならまだなんか見るけど、割と本当大事なシリアスなシーンの中でなんかさ、かつでもさ、アニメじゃないとできないような気もするんだよね。こういう話だからこそね、結構ピリッと少々のことではコードギアスってさ、驚かなくなっちゃうんだよ。やっぱ見てていろんなことが起こるから、とんでもないことが起こるから、生き死にもあるし、そんな中でもこのシーンを選んでくるってぐらいやっぱちょっとセンセーショナルだった。その麻婆豆腐さんにしてみればね、多分忘れられないシーンになってるんだろうから、いずれのインパクトも込みで。確かにこう対峙した時のなんかこうスザクさんの、まあ、よく僕の前に顔を出す、いやもうすごく気持ちよかったよ。確かに、でもお前が呼んだんやでっていう、なんか呼んだのスザクっていうめちゃめちゃ気持ちよかった。そこはねすごかった。確かに面白い、忘れられない回ですね。じゃあ続いてです。スターブライトギアスさんからいただきました。僕のお気に入りのシーンはスザクに生きろとギアスの呪いをかけるシーンです。舞台である上根島が無印の最終回の舞台になったりと、かなり重要な場所だったのもこの時は思っていませんでした。ここではルルーシュ×ユーフェミアとスザク×カレンの敵同士のカップリングで話が進んでいき、互いの心情を語り合うのも良かったです。決してカレンの肌色が目に焼き付いているとかではありませんからね、ということで。確かに、確かカレンは確か裸になって、もう大変なことになってるもん、本当にそこばっか見てました。やっぱ張り合いが欲しい。張り合いが欲しい。まあ、活力、男としてどんなものでもいい。どんなものそれはもうどんなものでもいい。確かに大事ですよね、活力ってね。全然答えてないね私。いやまあでもまあ確かに、そうだね、呪いのようなものだけどね。でも死に場所を求めていた彼にすればね、生きろって言われてね、死ねなくなってしまうという、なんか曲げられちゃうわけだからね、死んだよね。そうですけどね、なかなかそのこういうなんて言うんだろうな、見ててあーって思っちゃうようなシーンの連続で、はい、毎はピークが続くような話だったので、ね、特にこのギアスのシーンは本当にルルーシュも友達だから生きてほしいっていうのと、まあ、ね、そのスザクの思いとっていう、そうですね、まあ結構何が起こるかまだ分かんないようなタイミングだったからさ、その頃の話って。そうですね、19話ってことだったんですね。まあちょっとこうみんなが不穏な空気を感じながら見てたあたりだと思うので、結果この後、今後この生きろっていうギアスがいろんな場面で、そうなのです、あ、ここでも出る、ここでも出るって、そうなのよな、ありますからね、安心ですね、はい、ありがとうございます。ということで、引き続き皆さんの好きなシーン、印象に残っているエピソードなどたくさん送ってください。お便りありがとうございました。しましたコードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ、あっという間にエンディングとなってしまいました。第3回放送いかがでしたでしょうか。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかもうただのオタクとして、はい、いろんなお話を聞けて大変幸せでした。幸せでございました。ありがとうございます。はい、さて番組では皆さんからのメールをお待ちしています。コードギアス関連の思い出、好きなシーンや我々への質問、メッセージ、各コーナー宛てのメールもお待ちしています。お便りは番組ページの投稿フォームから送ることができます。ツイッターで感想をつぶやく際はハッシュタグギアジェネ、ハッシュタグコードギアスをつけて一緒に盛り上がりましょう。はい、さて最後に堀江さんに与えられた指令なんですけれども、はい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 、ちょっと今回はこれかなっていうのが正直ないぐらい馴染んでてですね、難しかったです、ね、発言なのか行動なのか、そうなんですよね、なんだろう、そうなん
バレないうちに下のズボン履き替えるとかそういうこと。そんなことしてたの？もしくは、うんうん、桜井って2回ぐらい呼び捨てにするとかそういう。ああ。例えばなんか。あったのかな。どうでしょうかね。ちなみにそのズボンの下シリーズ福山さんも知らない。はい、おっしゃってました。実は裸な、下だけパンツ履いてないとか確か。ごめんなさい、これはあの本当に謝罪します。ありがとうございます。やっぱ長年一緒にいると似てくるんですかね、はい、そうだね。なんかあの、はい、共有しちゃうんだろうな、何かね、感覚をね。共有をしているのかしら。懐かしい。あ、それか、なんか先ほどというかあの冒頭の方でなんかその今回は高田さんになんかちょっとこう終点を合わせていきたいみたいなお話されてたじゃないですか。言ってた、言ってた。で、ちょっと思ってそういえば今日よく目が合ったなみたいな気持ちがいや、どうだろうね、あったんですよね。わからんけど、ウィンクされたかな、全然覚えてない。どうでしょう。全く興味を持ってない。目の前にいるのに。うん、でも目はすごく合ってた気がした。はい。なので10秒以上目を合わせておく。はあ。いいのかな、本当にそれで。どうしましょう。お一つにそうまとめて二、はい、人で答えを絞って。そうか、でもいや、じゃあそれを信じるよ。うん、じゃあ行ってみます、はい。今回の指令は、高田もしくは桜井さんと、10秒目を合わせるチャレンジだった。お二人の予想違います。違うのか。それも違います。あ、違うんだ。今回の指令は高田桜井両名がどんなパジャマで寝ているか聞けでした。なるほどね。もうこれは本当に最初にパーソナルなことを聞くふりをして紛れ込ませるしかないと思って、うん、それは上手だ。確かに今まで一回もこんなパーソナルな感じのところに踏み込む堀江君見たことなくて結構ビクビクしながら結構頑張った。まずパジャマ聞いてくるのかなと思ってラジオスタイルなの、堀江くんの安心のスタイル。あ、出た、堀江くんのパジャマ聞くやつだみたいな、なんかね、皆さんは出た出たみたいな。違ったんです、実はだいぶ頑張って。あと単純に目が多く合うようになったのは多分回数を重ねて慣れたからだと思います。よかったよかった。あ、よかったです。これはいいことだ。いや、よかった。気づかなかった、クソ。バレずに仕込めた。嬉しい。やった。そうか、でもそのジャッジが成功したのかどうかってまだ分かんないでしょ。確かに。そうだ、それだって私言ったけど、うん、ね、そうだ。でもあの寝ているか聞けですからね、あくまでも。でもそういえば私答えてない、うん、ということは、でも答えてないけど聞いたじゃん、うん、ね、そういうことなのね。分かんないです。いや、これはどうなんだろう。どうなんだろう。あ、ダミー。ダメなの。ブーです、ブー。マジっすか。わー、なんかあのね、聞かれたじゃん、パジャマ聞かれた時に俺、はいはいはい、ただ聞こうかと思ったの。どのパジャマ着てるのって聞こうか、バカなふりして聞こうかと思ったんだけど、やらなくてよかった。うわー、すごい。それやっていただいてたら成功だったってことですか。じゃあこの上で、うん、この上でどんなパジャマ着てるの、どんなパジャマ着てるの。いや待って、私どっちに乗ればいいのか。普通のパジャマです。あ、でもパジャマに着替える派なんだ。パジャマ派です。あ、ね、完全パジャマ派ですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。そんな中で堀江そんな中で堀江くんっていうことはこれはできなかったということで罰ゲームです。あら、あら、いいでしょう、分かりました。今回の罰ゲームはあ、まあいいですよ。なんだろう、罰ゲーム、うん、次回の収録を猫耳をつけて実施する。おお、ただですね、今回あの割となんか高音男性声優 やりがちなやつなので、うん、結構大体なんか高音で売ってる若手男性声優猫耳つけがちで、割ともう慣れてる感じはあるので。知らないよ、その方程式。そうだったんだ。そうそうそう。マイ猫耳とか持ってる。マイ猫耳はさすがに持ってないんですけども、だからちょっとまあ本当に耐えられます。ゴリがニャンになるとかそういう大丈夫。いや、なんでそんな、え、ちょっとちょい足ししていくトッピング、桜井さんのトッピングですちょっとそれは分からないですけど、何とかにゃんと言っていただくと、何とかにゃんとか言っていただく、なるほどね。全然いいですけど、またちょっと似合っちゃいそうだね。いや、ね、似合う。このヘッドホンが耳になるぐらい。あ、ですね、ですね、うん、これは最高だぞ。結構ね、やらされがちなんですね。あ、そうなんだ。
猫耳やらされちゃって高音男性声優猫耳男性声優やらされがち、可愛い感じのやつ、すごい声優業界今そうなってる、怖いな、いやそうなったら桜井さんのね猫耳だって見てみたい、気持ち悪いよ、事故です事故はい、ということでですね、はい、最後になりますが桜井さんから番組をお聞きのリスナーさんへ一言お願いできますでしょうか。はい、あのコードギアスのこの大きなプロジェクトはまだまだ、まあ、今回ね始まったばかりですし、はい、新しい、プロジェクトが動き出したばかりで、どう広がっていくのか本当我々も分かんないじゃないですか、うん、だから、おそらく皆さんをびっくりさせるような楽しませるようないろいろなものが待っていると思いますので、ついてきてくれたらなと思います、はい、あとこのラジオにたくさんのメール、あと高田さんの新しい挨拶なんかも送ってもらえたらいいんじゃないかなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。毎回高田さんあれを名乗ることになりましたからね。そうですね、なってませんよなってませんよ、待って毎日に帰りかけてたのにね、目が出ちゃったね育てていこうね大変お上手なことを言いましたね、ありがとうございました。ということでお時間が来てしまいました。お相手はアル役の堀江俊とギギ役の高田裕樹とクルルギスザク役の桜井隆でした。バイバイ。この番組はコードギアス、ジェネシックレコード制作委員会の提供でお送りしました。